皆さんこんにちは、ゆうです。今回はですね、2本分お見せしてます。でダイダラボッチに関しては最後にもう1本分お見せしているので、あれは見たい方だけ見ていただければと思います。それではどうぞ。開幕一歩後ろに下がってから知能、こうすることで確実に入るかなと。で国金で、目つぶしに関してはもう入らなくてもいいです。入らなかったら入らなかったで八つの神打って封刃などを当てていく。封刃当てて、ボスがすぐにダウンするので、ダウンしたら組み打ちって、そして、後ろに回り込んで組み合う。もうこれで勝てます。完全にここで後ろ取れたらもっとすごいダメージ出ますね。左打ち来ないとかで。手間かけちまった。はい、今回のメインボス。バフで重要なのは小妖符ですね。あとシュラフ。これ使っとけば基本的に大丈夫かな。このボスはもう一瞬ではなかなか終わらせてくれないですね。長期戦になります。まずはその八つの神打って封刃さんというのが基本です。ただ10文字使えるなら、特に重ね10文字取れてるならもうこっちの方がいいです。でここでガード、これが分かりにくいと思うんですね。この後もガードした後もう一回ガード、これも忘れないようにしましょう。ボスの手があんな風に地面に入り込んだら、上から石が降ってきます、ね、なので今みたいにぐるっとボスの中央に移動していって、そしてここで、親指を切っていく。あれはそのビームレーザーだったので親指を切りに行ったって感じね。だからあんな風に、なんつうの、ボスの手が入ったら今みたいな動きをしてください。そうするとですね、右手からの衝撃波みたいなのもついでに避けることができる。だから石が降り始めて中央に移動していく中で、右手がこう叩きつけの体勢に入ったら中央に一気に走っていくっていうのがポイントですね。でボスがあんな風になんかガクガク動き始めたら今の地面のやつなん でここでガードしないとダメですね。あれもちょっと分かりにくいですね。あそこにもダメージ判定あるのかと。でこれもダメージ判定、こういうところね、こういうところが一番注意点です。小指の位置にいれば、まず当たりません、ね、ということで、これは大チャンスですね。この時はもうガンガン切っていくことだと思います。ただしあれが終わった後手が前に出てきたら一応ガードしないとやっぱり謎のダメージ判定あるんで、このボス指がこう、ボスが何らかの攻撃をした後に手がこう一回前に出てくる、そして地面にガッと当たるときに、ちょっとよくわかりにくいダメージ判定が、そこもダメージあるんだみたいな感じですね。だからそこでガードしておくことが重要なんで、ノーダメージが。ここにいるときは非常にやりやすいですね。ただこの、これは、ガード、あるいは、特技で避けることもできます。ただあれちょっとスタミナが完全にないとガードしきれないと思うので、それは注意ですね。これガードして、そしてボスの手が前に出てきた時にガード、今のを忘れがちなんだよね。だからちょっと今の注意してます。ボスの手が前に出てきたところで痛恨のクナイミス、そしてここで当てていきます。で、左手が終わったから右手に移動していく。ただこれは波動がこう出るやつですね。ここにいればもう当たることはないということで、逆にいる時があれは危険なんだよね。
で、まあ、まあ、なんか、守護霊技とか、これ、なんていうの、この変身すること、変身すること、ちょっと変身すること、日本語は出てこない。まあいい。今みたいな、叩きつけもこう、もうね、この常闇の時あるんで。まあでも、中央で戦うことはないから、別に、あれに引っかかるってほぼないと思うんで、今みたいな戦い方をしているとね、だいたい指の側面で戦うことがほとんどなので、まあ問題ないかなと思います。力があれば、お前はもういらん。再会できて何より。申したでしょう、この身滅びようと最後までと。よく来たの。半兵衛と二人でずっと待っておった。書に寝食を忘れた末に私は死と出会った。死より授かりしは未来を見通す力。されど見えしは己が死の定め。死に抗い伊織で待ち続けたは、かの者を倒す未来を秀吉に託すため。その青き瞳に宿るは、定められし未来さえ火炎とする力。待っていたのは我々だけではありません。私からもお伝えしたいことはありますが、奥であなたを待っているお方がいらっしゃいます。積もる話がありましょう。私からも、また会える日が来るとは。すっ
かり大きくなりましたね。市場はこれまで、今は喜んでばかりはいられません。あなたが倒れた後、藤吉郎は国中の霊石を奪い、その力を持って日の本を手中に収めてしまいました。あの者を止めるための手がかりは今日の平等院に向かってくれますか。かつての殿の表現、さぞ驚いたことでしょう。大竹丸、藤吉郎についたあやかしの名です。破壊と暴虐を尽くし、人々を恐怖に陥れた古のあやかし。しかし、いずこかより現れた若者のあやかしを滅ぼす刀で首を落とされ、大竹丸は今日の平等院へと封印されました。ところが、大竹丸の思念は赤き目の男へと姿を変え、人々に取り付き、うつしおで戦乱を引き起こしているのです。この世を新たまで満たし、いつしか己神をよみがえらせんがため、武士の力とあやかしを滅する力、刀はソハヤマルと名付けられ、人々へ受け継がれていきました。しかし、今やあやかしを滅する力は失われてしまいました。そう、私が死の間際あなたに託した小刀、それこそが砕かれたソハヤマルなのです。かつて大竹丸が封印されていた平等院、そこにはソハヤマルの秘密も共に眠っていると聞きます。その力を取り戻す手がかりをつかめるでしょう。ありがとう。あの者を止めることこそあなたの定め。どうか気をつけて。重き定めを許してください。BGM 良くない？めっちゃいいよな、ここの。やばいんですけど。で、秀吉の、あの、目が言ってたよねと。それになんかすっごい急変したなっていう感じだったんだけど、それはまあ、あれが取り付いたからだったんですよってことね。そんな感じですかね。で、装備詳細をお見せしたら、ダイダラ戦に関してはもう1個分収録しておいたんで、それもご覧ください。まあ10文字重ね、10文字取った後ね、あとこんな感じですって感じね。重ね10文字いいよね、すげえいいわマジ。たまたま2周目で落ちたけど、ぜひあれ取った方がいいなと思いますね。